おおはよようございいまますですすで10月16月日アスカイよろしくお願いしく願、まあ、昨日、ニューヨーク市場が株式市場を大きく下落して、えーまあ、これはナスダックですね。ハイテク主導で下落ということでナスダックが、えー、下落したという流れになりました。えーまあ、ドル円は149円台で、こう動きっていう感じになりましたね。まあ、ちょっと順を追って、えー、お話ししていきましょう。 まず、英国の平均賃金が4.1から3.8%に低下ということで、まあ、これは、えー、ボーナスを除く分ですかね。えー、と、こちらにありますけど、5.1から4.9、えー、ボーナスを含む分は4.1から3.8ということで、まああのー、低水準になったというところですね。 求人数も3万4000件減少で84万1000件ということでコロナ前に戻ったと。失業率は4.1から4%には低下したんですが、えー、まあ就業者の伸びは良かったんですが、えー、賃金がやっぱり低水準というところで、あまり、まあ雇用統計的には よろしくない展開なのかなというところになっています。えっと、ポンドの動きとしては、そうですね、えっ、ー、と、まあ、指標発表後はあんまり動いてなかったんですが、えー、ま、きのは、えー、週あデイリーピポットのサポーチの1.3036あたりがサポートされて、 その後、まあちょっとドル売りの流れになったんで、ポンドは反発ということで、レジスタンスの2ぐらいまで上昇しましたね。ポンド円がまあ比較的こう、まあ若干下落したんですけど、堅調でっていう動きになりました。で、えー、次なんですが、まあドイツの ZEW、マイナス84.5からマイナス86.5。86. 86.9、予想84.5、期待が3.6から13.1と,と,ということで、予想10.2ということで、期待指数はよか,よかったと。ユーロ圏は9.3から20.1、予想16.9ということで、えー、っとまあ、この数字は、うん、まあ、e c が利下げするっていう期待感からの。お 期待値の上昇とといううころだったよでまああのー、明日なんですが、あのー、ECB おそらく利下げするだろうということで、えー、まあドイツ議員なんかの欧州担当者のエコノミストは、えー、と10月に利下げしなければ、えー、ECB が後手に回っており政策ミスを犯す恐それがあるだろうというところになっています。 まあ、ユーロの動きとしては、そうですね、うーん、まあ、小動きでしたよね。1.09を挟んで、えー、1.08の80ぐらいから1.09の15ぐらいの間で、比較的高動きになってたということですよねうん。あまりちょっと欧州通貨、昨日は大きな動きになってなかった ECB 待ちというところなんでしょうか。 はいえー、っとあとはドイツの自動車電気金属産業の企業が27か月間で1.7%と1.9%の賃金賃上げを提示したというところですね。まあ、これは賃上げとしては低いということで、えーまあ、ドイツの一番大きい産業別労働組合 IG メタルっていうんですけどここは7%の賃,賃上げを要求している。 ストライキも辞さないという考えを示しておりい,いるというところですね。まあ、この賃上げの動きっていうのは ECB も非常に重視していて、えー、これがまあち,ょちょっと高いとやっぱりサービス価格を押し上げるなんていう、まあ、もちろんそういうこともあるんで ECB はこの賃上げの動きっていうのを非常に重視しているようです。 で昨日発表されたニューヨークレンギン製造業基数、まあ、11.5からマイナス11.9と予想は3.4だったんでこれはまあ非常に大きく悪化したというところになりましたで、えー、こちらがこのようになってるんですがエンパイア・ステート・マニュファクチャリング・サーベイえー、っと前月の11.5からマイナス11.9かなり悪いですよねニューオーダーも9.4からマイナス10.2 シップ面と出荷も17.9からマイナス2.7ということで、えー、非常に弱い数字が出たというところでうーん雇用だけがマイナス5.7から4.1って改善したんですが他はよろしくなかったというところですねで、えー、ね6ヶ月先ですねこちらは30.6から38.7に改善 で、ニューオーダーも39、まあ、ニューオーダーは九9九から38.4に若干低下ということで、シップメントが36.4から37.6。うん、雇用が17.3から19.5に改善ということで、数字自体はあまりよろしくなかったんですね。まあ、この数字を受けた瞬間っていうのが、うん、と、そうですね、ここ、ここなんですが、やっぱり、 一瞬、1時間足じゃちょっと分かんないんですが、15分足を見ますと、ここですよね。一瞬やっぱりドルが売られたと。ただ、昨日のドル円149円割れが非常に硬くて、何度か攻めたんですが、ここが維持されたと。ただ、上の戻りも149円の50、60あたりが重かったということで。 えーまあ、149円台前半で交互金になったというところですね。カナダ、えー、CPI 発表されました前月比マイナス0.2からマイナス0.4、予想0.2、前年比2から1.6%、予想1.8%、コア CPI 前月比マイナス0.1から0、前年比1.5から1.6、コアの部分は、えー、とちょっとお上昇したんですが、 やっぱりそうじて、あのー、インフレ率の低下が、えー、目立ったというところですよね。で、えー、こちら見ますと、ここが内訳になっています。まあ、ちょっと食料品なんかが上昇してるんですが、前年比ではですね。で、えー、ガソリン価格が大きく落ちた後、マイナス10.7ですね。こちらに見えるように。 がえー、と物価を押し下げたというところで市場ではカナダ中銀が来週の会合で50ベースポイントの利下げを決めるとの観測が広まりましたというところですね、まあ、CPI 結構鈍化傾向になってまして8月には中銀が目標とする1から3%のー中間に達したということで、まあ、カナダはインフレに関しては非常に いい,まあ、いい傾向というか、中銀が、あのーまあ、望む通りになってきてきいいるというとうころです、まあ、市場が織り込む、あのー、次回会合ですよね、来週の会合での50ベースの利下げ確率は67%と、これ、CPI 発表前は52%だったんですが、えー、こちらをから上昇しているということですね。 あと、ま、中銀が重視するコアインフレの指標の一つである CPI 中央値は2.3%に上昇というところですね。こちらはま、ちょっと上昇してしまったということで CPI 取り持ちは2.4%で前月と変わらずというところになったようです。で、これを受けてカナダはドルカナダ、えと、どんと、かなり 一瞬で1.38台前半から1.3835ぐらいまで3540まで上昇したんですがその後結構カナダ買いドル売りカナダ買いになったんですよねまあちょっとドル売りの流れにもなったんでその影響かなというところですよねはい、えー、そんなような動きになりましたというところですね あと、デイリー、サンフランシスコ連銀総裁、インフレが予想通り低下すれば、さらなる利下げを実施する可能性があるという発言がありました。で、えー、っと、金利なんですが、まあ、昨日は金利が低下というところですよね。まあ、ちょっとドル売りの流れになったかなというところでしょうか。あの、まあ、アメリカの 製造業景気指数も悪かったですし株価が下落ということになったんで、まあ、全般的にちょっと10年債利回りが低下してったというとこですね2年債はあまり横横っていう感じだったんですが10年割とこう低下しましたよね4%台前半まで下落してったということでやっぱり4.2%あたりっていうのがレジスタンスになってますよね。 はいえーまあ、そこら辺の流れになったというところですね、まあ、金利の低下を受けて、えー、ドル、まあ、インデックスはちょっと横横の動きでしたよね、まちまちの動き、ドル円なんかは比較的強かったですよね。うん、で、えー、っとの日の株式市場なんですが、うん、ダウが0.75%下落。 えー、SP が0.76%下落、NASDAC が1.01%下落、即死数が5.28%、ッ i x が20.64%ということで、見ていただいてお分かりいただけるように、即死数、半導体関連が非常に大きく下落して、まあ、NASDAC が1%、今日の下落になったというところです。で、えー、こちら見てみますと、はい、n a s d a ここんな感じでで高値から落ちてきてきるとというところですね、えーと。ハイテク中心で、まあ、ナスダックが下落したあと、まあ、原油価格の下落これはイランがあごめんなさいイスラエルがイランに,に対する報復で石油施設とかは狙わないといったことに伴って原油価格が安心して下落したというところです。であのーまあ、どういう、い 株が下落したかというところなんですが、まあ、即死数半導体数こんな風に前日の5440から急落しましたよねでどんな株が下落しましたかというとこんな感じになってるんですね NVIDIA なんかも下落ということで4.7%やつこれアメリカ政府が NVIDIA などの米企業の AI 向け半導体について国ごとの輸出規制を検討しているということが まあとオランダの半導体製造装置大手、まあ、これ非常にこの会社の半導体製造装置が非常にあの高価で高くて、まあ、これじゃないとダメっていう結構機械なんですよねこれ ASML なんですがこれ決算発表で、えー、売上見通しが低調だった。 ということで、これも、えっと、下落材料になって、まあ、これ16%ぐらい ASML AS AS、ね、下落してこれが、えー、半導体数を押し下げる原因になったというところですよね。でえー、あとは、まあ、原油価格の下落によって、えー、エネルギー関連は下落。あと、 銀行株ですよねこちらは、えっ、ー、と、まちまちの動きですね。バンカメなんか1.26%、0.55%上昇ということで、えーすえー、っと、まあ、それぞれこれ決算なんですが、えー、っと、決算の内容を見ると、そうですね、えー、っと、まずシティなんかは、えー 第3四半期現役、うん、ただ落ち込みは市場予想より小さかった投資銀行部門が好調ということだったみたいですね金融見てみましょうかうんシティは 5.11%下落ですね。まあこれ、現役ですからね。ゴールド,ールドマンは一方で45%増益。こちらも、えー、と投資銀行部門が好調だったというとこですよね。投資銀行部門は良かったみたいですね、総じてね。うん。はい、あと、バンカメリカはあ現役となったということです。うん まあこれもトレーディング、投資銀行とトレーディング部門が良かったということで、まあ今回のトレーディング頑張ったみたいですね。はい。えー、そんなような動きになりました。日経新聞。うん、ちょっとこれといったものがないですかね。うん。まあ選挙始まりましたね。うん。SML25 年売上高、受注低迷で下方修正ということですよね。 これ、ブルンバーグも見ておくとお、まあ、トランプ大統領、ブルンバーグのインタビュー答えたんですよね。これ、関税政策は米経済の成長を押し上げると。なぜならば、これで、えっと、米国の製造業回帰となるということで、えーまあ、関税を支払わなければいけない企業が、米国内で工場を建設するだろうということがいいみたいです。 あとはやっぱり日鉄と US シールの買収は阻止する、うん。ドルを世界一にするみたいなことを言ってましたよね。あと ASML の話。受注額が26億ユーロということで、予想の53.9億ユーロからかなり低いということが影響しました。 でゴールドマンシティバンカメの決算に関しては先ほど申し上げた通りということですよね。ゲーム不振に続く、バンダイナムコホールディングスが人員整理に向けてるということで、うん、ゲーム業界全体が低迷が続くっていうところみたいですね。財務強化へ、ボーイングは最大250億ドルの資金調達に向けて一歩踏み出したというところで、やはりストライキとか品質問題っていうことがあって、ちょっと苦戦してますよね。 はいえー、そんなことでございます。で、えー、ドルインデックス、機能は横々の動き、ドル円を見ますと、そうですね、昨日150円、お、まあ、一昨日になりますのでね、150円を攻めてダメでしたと、まあ、日経平均もちょっと4万円近くまで、えー、先ほど言ったんですが、ダメでしたということで、150円と4万円が一旦えっ、ー、と高値になりましたということで、昨日は、 下落やっぱり輸出税が出てるんですかね、このレベルではね。で、えー、東京時間後半からこう下落してったということで、ただ、149円割れが非常に硬かったということで、一時149円5 0ぐらいまで戻る局面もありましたということで、今日のはデイリーピポットが149円の30ということで、今、その辺にいますよね。 で、上がやっぱり149円の75ピポット、下が148円の76ということで、あと148円の68が週間ピポットになるんで、今のところ週刊ピポットまでは行ってないんですが、その付近から上が150.02、こちらも週間ピポットのレジスタンス1の間で動いてるというところになってます。で、も、うん、シレーター系を見ると、そうですね、1時間足を見ると、 まあちょっとそうですね、回反転なのかどうか、ちょっとはっきりしないですね。4時間足を見ると、4時間足あたりも、ちょっと高値圏を示してはいるんですが、一旦落ちちゃったんでもみ合いに入るのかなというところですね。この、あの、動き、ちょっと、うーん。 しばらく続くのかなというところですよね。日経平均の先物も,も、そうですね。これはシカゴの方なんですが、えー、っと、まあ、4万円超えて、ごめんなさい。えー、っと、4万円抜けなかったのはおと、えー、おと,といで、まあ、昨日は、えー、東京時間、えー、4万、えー、っと、200、300円ぐらいまで行きましたかね。 まで行って、えーまあ、そこから午後急急、まあ、急落っていうか午後下落してって、まあ、それに合わせて、えー、っとドル円も落ちてった。で入浴ーー時間、あのー、米国株が急落するとそれを受けて 3万9800円ぐらいからこちらも急落して1万一時3万9000円割れというところなんですが今若干3万9000円台に戻して終了ですね先ほど始まったんですが若干3万9080円付近で推移しているというところです はいまあ、こちらもピポット出てるんですが、マルチタイムのピポットなんですよね、デイリーと週間合わせたもの、あとは RSI、えー、と RSI、SI、の移動平均の組み合わせですね、まあ、若干ちょっと反発するかなという形はしてるんですが、まあ、こちら、円像オリジナルインジケーターということで、JFX さんの、あのー、トレーディングビューでお使いになれますので、 もしこれお使いになりたければ概要欄から JFX さんの講座解説していただければ無料で、えー、プレゼントさせていただきます。あとはあサロンの方ねやっていますのでより深掘りしたテクニカルファンダー相場感なんかをお話しして、えーまあ、月13本ぐらい動画アップとともに毎日23本 うん、レポートというか、えー、短期のお話をしています。こちらも概要欄貼っときますので、ご興味あればというところです。はい、ということで、149円、150円、えー、日経平均は3万9000、4万円、まあ4万円一瞬超えましたか、まあその間のレンジが続いています。まあ今日もそのレンジが続くのかどうか見極めたいかなというところになっています。それでは皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい。